今日も始まりましたトモコチャンネルです。はい、はい、今回はですね、はい、食料自給率と遺伝子組み換え作物についてお話ししたいと思います。はい、はい、まずはですね、食料自給率についてですが、日本で出回ってる食料自給率の最新のデータでいうと、なんか 37% っていうのが、知ってるよね、なんか聞いたことありますよね、そういうふうに出回っているんですけれども、それはちょっと違うようなんですね。こちらをご覧ください。令和2年度のカロリーベースというのが 37% なんですね、そして生産額ベースというのが日本では 67% なんですね。これを見ながら聞いてください。皆さんは食料自給率という言葉を聞いたことがありますか？食料自給率とは日本の国内で消費された食料のうち国産品の割合のことです。食料自給率は食料の安全保障の観点からとても重要な指標です。例えば食料の輸入元である外国で何らかのトラブルが起こり、万が一供給が途絶えてしまったとしたらどうでしょうか。国内の食品の製造や供給に大きな問題が起こり、最悪の場合には食料が足りないという事態になりかねません。そのため食料自給率を高めることはリスク管理の点から重要なことです。こういった考え方は食料の安全保障と呼ばれています。カロリーベースと生産額ベースの2つの指標、現在日本の食料自給率はカロリーベースと生産額ベースという2つの物差しで算出されています。カロリーベースとはその名の通り、国民1人当たりの1日の摂取カロリーのうち国産品が占める割合を計算したものです。令和2年度のカロリーベース食料自給率は 37%、 表にある通りですね。生産額ベースで言うと、国民に供給される食料の生産額に対する国内生産の割合を示しています。令和2年度で言えば生産額ベース食料自給率は 67% です。生産額ベースの考え方が主流。日本ではカロリーベースと生産額ベースのダブルスタンダードですが、海外では生産額ベースの考え方が主流です。カロリーベースの指標を使っているのは日本だけと言われ、専門家の間では生産額ベースを基準にすべきという意見も上がっています。例えば野菜の自給率が高くてもカロリーが低いため自給率の向上にはあまり影響しません、カロリーの高い肉製品などの自給率の方が大きく反映されてしまうのです。実際品目別に見てみると、こちらですね、品目別に見てください。お米の自給率は 97% なんですね、ほとんど日本で賄えるわけですよ、だから海外から輸入がなくなったとしてもお米はある、そうなんですよね、しかもですね、昭和40年度にはやっぱりお米をたくさん食べてたわけですよ、そういうこと。そしてこの畜産物の自給率は牛肉 35%、豚肉 49%、 鶏肉 64%、 卵黄 96%、 牛乳乳製品 59% となっており、これは国内で生産している割合を示しています。ただし家畜はトウモロコシや牧草などの飼料を毎日必要とします。飼料の多くは外国から輸入されているため、飼料の自給率は畜産物全体で 25% となっています。この自給率を考慮した数値が右側のカッコ付き数字です。例えば牛肉の自給率は 35% カッコ 9% と記載されていますが、これは牛肉の 35% は国内で生産されていますが、国産の飼料を食べて純粋に国内で生産された牛肉は 9% ということです。畜産物の自給率は飼料自給率を考慮に入れると随分低い数字になることがわかります。全て国産で賄うとたった 9% しか牛肉は使われてない。しかもさ、この日本でできたさ 9% の牛肉だってさ、多くは海外に輸出されてるんだよね。そうだね、そうなんですよ、きっとね。まあ、もしも何かあった時には 9% の牛肉しか手に入らなくなるかもしれないってことだよね。そのような感じなんですよ。そんなもんなんだ実際ね。はい。そして大きな理由の一つは、私たち日本人の食生活の変化にあります。戦前は国内で生産されている米、野菜などを使った食事が中心でしたが、戦後の復興に伴い食生活が洋風に変化していきました。
国内生産が少なく外国からの輸入が多い小麦を使ったパンやパスタ、飼料の原料の多くを輸入に頼る畜産物、肉類や油脂類の消費が増加したのです。日本の食料自給率の低下にはこうした食生活の変化が大きな影響を与えています。また田んぼと畑の面積が住宅地に変わるなど減ってしまったり、会社に勤める若者が増えて農業を仕事にする人の数が約50年前に比べて約 80% 減ってしまっていること、65歳以上の人が約 60% を占めていることなどの高齢化による労働不足も課題となっています。はい、そうだよね。今やっぱ農家さんやっぱりね、年寄りの人がやっぱ多いっていうね、後取りがいないっていうもんね。だからもう仕方なくね、お金が大事なんだけどね、そこもね。そうなんですよね。はい、これから私たちにできること、海外で何が起きた場合でも、いつもの食生活をある程度維持できるようにするためには、日本の食料自給率を高めていく必要があります。同時に食料自給率が比較的高い米や野菜、魚などとバランスよく組み合わせて取り入れていくことも大切です、そうなんですよ。皆さんがね、普段パンとかね、麺類をいっぱい食べてると思うんですけれども、 それを少しずつでも減らしていってほしいんですよね。お米食べましょうよ。そう、私たちはほとんどもうパンとね麺は食べなくなりました。そうだね、もともとは食べてたんですが、今は、今は3部の玄米を食べてます、これがなくなると、もしかしたらそれがなくなるんですよ。そうすると、うちはもう玄米を食べようと思ってます、はい、その玄米はですね、あの無農薬無肥料の玄米を購入してます。高いですが、もうパンと麺を食べないので、そうだね、外食は仕方ないですが、自宅ではそのような私たちは米を食べてるので、皆さんもですね、まあ、白米でもいいですが、米を食べていただきたいですね、しかも玄米で購入すれば備蓄もそのままできるというしね、虫が湧かないようにすればね、はい、そうなんですよ。もうパンとかね、意外と食べなくなれば食べなくて平気だもんね。全然平気。俺もだってラーメン大好きで、もういつもラーメンとかラーメン屋とかさ、もう超巡ってたけど、全然今食べなくて全然平気。そうなんですよ、はい、女性のですね、多くの方がね、便秘で悩んでると思いますが、改善されます。はい、もう実証しました。全然便秘がなくなりました、パンとか麺を食べなくなったら、ぜひ玄米を食べていただきたいですね。そうだね、はい、そうなんですよ。変わるよね、うんちで変わるよね。いいな、それこそ。はい、そうなんですよ。皆さんもですね、ぜひ米を食べて日本の農家を守りましょう、はい。まあ、このことについてはですね、またいろいろね、そうだね、はい、お話ししたいと思います、はい。次に遺伝子組み換え作物についてお話ししたいと思います。以前にも動画で紹介したのですが、もう一度政府の行っている政策がですね、いかに国民の健康を害することをやっているかということですね。しかもアメリカの言いなりになってるんですよ、それをですね、国民の皆様に知っていただきたいと思います、まずはですね、以前の動画を切り抜きました、何が悪いのかっていうのをぜひですね、こちらをご覧いただきたいと思います、長いですがお願いします、どうぞこちらの本をご覧ください、こちらの本のですね、紹介記事を見つけまして、これは国民の皆様に知っていただきたい内容だなと思い読ませていただきます、記事の内容を読みます、本の名前が農業消滅、農業従事者を苦しめる政策が続けば日本は必ず飢餓に陥るという本なんですけど、自国民が食べないものが日本に送られている。アメリカの穀物農家は日本に送る小麦粉には発がん性に加え腸内細菌を殺してしまうことで様々な疾患を誘発する懸念が指摘されているグリホサートを雑草ではなく麦に直接散布している。収穫時に雨に降られると小麦が発芽してしまうので先に除草剤で枯らせて収穫するのだ。枯らして収穫し、輸送するときには日本では収穫後の散布が禁止されている農薬イマザリルなどの防カビ剤を噴霧する、これはジャップが食べる分だからいいのだとアメリカの穀物農家が言っていたとの証言がアメリカへ研修に行った日本の農家の複数の方から得られている、やばいよね日本人が食べるからいいんだって。そうなんだよ、ここなんだよね。だからね、それを知らないですよね。そう皆さん知らないと思います。だからもう本当、要するにさ、こういう海外がアメリカとかから来る、ね、小麦がさ、その
大企業の例えば山崎パンとの工場とかさ、ね、そう、そういう作られてきたものには分からないもんね、そうそう、どういうものかがね、そうなんですよ、うん、はい。そしてグリホサートについては日本の農家も使っているではないかという批判もあろう。だが日本の農家はそれを雑草にかける。農家の皆さんが雑草にかける時も慎重にする必要はあるが、今問題なのはアメリカからの輸入穀物に残留したグリホサートを日本人が世界で一番摂取しているという現実である。ね、日本で消費されてるグリホサートも問題だけど、うん、そう、輸入小麦の方がもっと問題なんですよ、うん、はい、うん、しかもアメリカで使用量が増えているので、うん、日本人には小麦のグリホサートの摂取限界値を6倍に緩めるよう要請され、日本政府は2017年12月25日にクリスマスプレゼントと称して緩めてしまったのだ、うん、残念ながら日本人の命の基準値はアメリカの必要使用量から計算されているのであろうか。農民連食品分析センターの検査によれば、日本で売られているほとんどの食パンからグリホサートが検出されているが、当然ながら国産や十勝産と書いてある食パンからは検出されていない。醤油からも検出。また大豆製品ではルビオ。他がフィラデルフィアで購入した醤油中のグリホサート分析をし、検査した醤油の 36% で定量加減より多いグリホサートが検出された。有機醤油からグリホサートは検出されなかった。日本国内の醤油についての検査も不可欠と考えられる。日本人の毛髪検査からの輸入穀物由来とみられるグリホサート検出率も高い。28人中19人に検出、検出率 68%。 世界的にグリホサートの消費者の懸念が高まり、規制が強化される中で、日本は逆に規制を緩和しているので、日本での儲けに期待が高まることになる。ひどいでしょ。ほんとそう、ひどいね。そう、もうさ、ほんと政治によってそうどん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 そうやってさ変えてっちゃうんだよね。ますますひどいことがあるんですよ、うん、はい。そもそも緩かった遺伝子組み換え表示義務、うん、日本の GM 食品、うん、GM 食品っていうのが遺伝子組み換え食品だから、日本の遺伝子組み換え食品に関する表示義務は、混入率について、主な原材料についての 5% 以上の購入に対して表示義務を課し、に対象品目は加工度の低い生に近いものに限られっていうのがね、遺伝子組み換え不分別って書かなきゃいけないものっていうのは、あのお菓子類、コーンスナック菓子だったり豆腐だったり納豆だったりは書かなきゃいけないんだよ。そんな表記見たことないよ、遺伝子組み換え不分別。んでもね、書かなきゃいけないらしいよ。うーん、そう、ポテトスナックなどは書かなきゃいけないんだけど、うん、そう、逆に加工度の高い油、醤油をはじめとする多くの加工食品は、遺伝子組み換え肥料による畜産物は除外とされている、うん、加工が高いのにそれ使われてるんだよ、うん、書かなくてもいいの。今までは書いてあったよね。うん、書いてないよ、うん、今までも書かなくていいの、書かなくてよかったんだよ。そう、これはね、書いてあるのなんじゃなくて、遺伝子組み換えでないとか。ああ、そう、遺伝子組み換えでないは書くけど、遺伝子組み換え不分別っていうのは書かなくていいじゃん、うん、油を見ても不分別って書いてないと思うんで、はい、不分別って書いてあったら、あ、遺伝子組み換えなんだって思ってさ、うん、買わない人も増えるかもしれないじゃん本当は、はいはい、でもそれを書かなくていいんですよ今、書いてないでしょ。じゃあもう本当国産っていうのを選ぶしかないってこと、ね、それがね、それがここだけが今度厳しくなるの。そう、ここだけが今度厳しくなったんですよなるんですよ2023年から。これに対する厳格化として決定された内容を見て驚いたのは、1と2は全くそのままなのである。厳格化されたのは遺伝子組み換えでないノン GM という任意表示についてだけで、現在は 5% 未満の意図せざる混入であれば遺伝子組み換えでないと表示できたものを不検出の場合のみにしか表示できないと、そこだけ厳格化したのである。わかる？例えば、うん、豆腐の原材料欄には、うん、大豆、うん、遺伝子組み換えではないといった表示が多いが、うん、国産大豆を使っていれば、うん、GM でないから今後も遺伝子組み換えでないと表示できそうに思うが、うん、流通業者の多くは、うん、輸入大豆も扱っているので微量混入の可能性は拭えない。
実際、農民連食品分析センターの分析では、遺伝子組み換えでない大豆製品26製品のうち11製品は不検出だったが、15製品には 0.17% から 0.01% の混入があり、今後はこれは遺伝子組み換えでないと表示できなくなる。ひどいでしょ？ちょびっとしか入ってなくても、遺伝子組み換えって表示できなくなる。できなくなる。そして、GM 原材料の混入を防ぐために分別管理された大豆を使用していますが、GM のものが含まれる可能性がありますといった任意表示は可能としているが、これでは分かりづらくて消費者に効果的な表示は難しい。そこで多くの業者が違反の懸念から表示をやめてしまう可能性もある。すでにノン GM 表示をした豆腐などからの撤退が始まっている。そうなんだよ。もう書けなくなっちゃうんだって。ちょびっと入ってただけでもおかしいよね。今後何で見分ければいいのじゃ。だからもうね、もうこれ見て、はい、あ、ちょっとバリを食うのは消費者、はい、GM 表示義務商品の対象を広げないで、かつ GM 表示義務の購入率は緩いままで、このようなノン GM 表示だけ極端に厳格化したら、ノン GM に努力している食品がわからなくなり、 GM 食品ばかりの中から一体消費者は何を選べば良いことになるのだろうか。消費者の商品選択の幅は大きく狭まることになり、わからないから GM 食品でも何でも買わざるを得ない状況に追いやられてしまうだろう。これでは GM 非表示法である、厳格化と言いながらアメリカの要求にぴったりと受け入れただけになってしまっている。なるほどね。どうよ。要するにそのもうなんだろう、遺伝子組み換えでないだ、遺伝子組み換えだとか、わけを分かんなくさせて、そう、もうね、もうみんなに買わせようと、そう、そういう作戦でしょ。そうなんだよ、ね、ひどいよね。ひどい、ひどいでしょ、うん、もうこんなことがですね、自公政権では、うん、いっぱい行われているんですよ。もうどん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 そのさ、アメリカの言いなりで、言いなりでね、そう、どん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 緩めて、うん、そうそう、日本人のね、うん、もうことなんて全く考えてないんですよ。そうそう、遺伝子組み換えとかそういうのにね、ちょっとこだわる人がちょっと最近増えてきたんで、うん、みたいな感じで言ったらね、そんなわけわかんなくさせちゃえばいいじゃないみたいなさ。そう、だからそこだけ厳格にしてさ、ね、ちょっとぐらいならいいですよね、うん、その工場のさ、生産によってさ、うん、ね、うん、国産大豆を使ってても微量だよ、うん、0.17 とかさ、うん、ふざけんなだよね、本当に、ね、いいじゃん。そう、これも政権交代するしかないんですよ、もう。そう、アメリカ様の言いなりで動く、うん、ね、自民党政権ですけど、うん、山本太郎さんそんなことはない、ないね、ない、ちゃんと対応してくれると思います、うんうん、そうなんですよ。本当、農薬のさ、基準値とかさ、なんか遺伝子組み換えのさ、基準値とかさ、なんかもう本当やりたい放題じゃない。やりたい放題だよ、ね、もう本当に国民の皆さんは知らないところで、政治について全然知らないところでこうやっていっぱいやられてることがあるんですよ、ね、本当だよ。それにもう本当に気づいてほしいですね、うん、選挙に行ってほしい、うん、はい、はい、こちらがですね、クリスマスプレゼントした輸入残留許容量のグラフです。ご覧ください。安倍晋三元首相がトランプ大統領の言いなりでプレゼントした表なんですけれども、うん、小麦が改正前は 5ppm だったんですね。それが 30ppm に上がったんですよ。農薬の基準値、ね、グリホサートを農薬残ってても大丈夫にしちゃったんですね、うんうん、そうなんですよ。輸入品のそばなんて 0.2ppm だったのに 30ppm に増やしたんですね。それがなんと400倍らしいですよ、うん、すごいね。そばって、あ、間違って、待って、150倍でした。そばって輸入してるの、はい、ね、日本産が。でも俺ほとんどそばは国産だと思ってたけど、やっぱりしてるのもあるんだね。していっぱいしてるんだと思いますよ。してます、はい、そうなんですよね。あとはトウモロコシっていうのは飼料ですね、うん、家畜の、うんうん、そういう風に使うやつは 1ppm だったのに 5ppm まで5倍に増やしたりしてるんですよ、うん、このようにどん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 ですね、緩めちゃったんですよ。それは輸入しやすくするためですね。そうだね、はい、それは私たちの健康については害なんですよ。害だよ。害になることをどんどん許してきてるんですよ、うん、
ひどいんですよ。農薬、残留農薬がね、たっぷり。ひどいんですよ、ただ輸入するが、ね、そう。だから、あの、動画でも言ってるけどさ、もう本当、どうせ日本人が食べるやつだからってね。そうなんですよ。うん、どうせ日本人が食べるやつだからいいんだよ、なんでもって、ばーってさ、防腐剤とかさ。そうそうそう。ね。そうなんですよ。巻いてさ、それで。それをね、知らない間に私たちは食されてるんですよ。そうなんです。それを知っていただきたいんですね、皆さんに。それを知ったら小麦はもう食べたくないってみんなさ、そう、外国産の。そうなんですよ。だってがんになっちゃうんですから、それがグリホサートのせいで、うん、もうそれは出てるんですよ、きちんと。そう、ね、そう結果になって、まあ、まあね、本当100歩譲っても、まあ、本当国産小麦って書いてあるものだけ、うん、を買っていただきたいですね、うん、でもまあ難しいとは思うんだけどね、それもね、うん、後で言います、うん、あとこれあの安倍さんがやったわけですよね、うん、安倍元首相が総理の時にやったわけですよ、うん、トランプ大統領の言いなりで、うん、それが夫人の安倍昭恵さんいますよね、うん、あの人無農薬の食材を使った居酒屋をやってるんですよ。ほらもう分かってる、ね、どう思います、もう農薬がもう悪いって分かってるんじゃん。そうだから、そう、無農薬がいいってことが分かってるから、うん、そんな居酒屋を開いてるわけで、ね、そう、もう日本国民にそのね、居酒屋を作るような政策しろよって。おそらくだから、もうだから自分たちはそういう無農薬の野菜とかちゃんと食べてってやってるよね。散々この基準値をさ変えてさ、 うちら国民にはさ、そういうネットで調べてみてください、ね、安倍昭恵居酒屋って出てきますから。うちら国民にはそういう悪い食材食べさせて、自分たちはいい食材食べて、 そんなやつがね、総理大臣ってどうですか、夫人ですけど、ね、一緒ですよ、もうおかしいよ、おかしい、全く国民のためになんか思ってないですからね、うん、もう自分たちのことだけ、うん、そうなんですよ。で、納豆を買うときなどですね、うん、国産大豆使用を選ぶ人も多いと思うんですよ、やっぱり国産がいいかなって、うんうんうん、ね、でもこの先ほどの動画のように、うん、そこだけが厳格化されてしまうわけですよ、2023年4月から、うん、ちょっとでも検出されると、うん、違反になっちゃって多分罰金とかになっちゃうんだよね、うん、だからもう国産って書けなくなるわけじゃないですか。そうするともう国産大豆を作る人がいなくなっちゃうよね。そうだって国産大豆の納豆ってやっぱりちょっとは高いじゃない、うん、そうだね、うん、だからもうどうせ分かんなくなっちゃうんだったら、表記が同じ、国産大豆を作る意味がなくなるって思うんですよね、その農家さんたちが、うん、そう、だからもう本当にね、やばい、うん、国産大豆なくなる意味、もっともっと、うん、そういうことですよね。分かんないってことだもんね、お客さん、消費者がこれなんでこれ高いんだろうっていうのが分かる。でも国産コンビだから高いのは分かってるんだよ、大体分かってるよ。遺伝子組み換えの輸入品は安いから納豆も安いっていうのは分かってるんだよ、うん、でも国産大豆って書いてあるのは高いもん、それは分かってるよ、消費者は、買う人は、うん、でもちょっと高いけどそっちを買うって人が多いんだよ、今納豆ね、うん、そうですよね。じゃあ今後の話よ。だから今後の話はもう全く分かんないから、うん、分かんなくなっちゃう。国産大豆はなくなっちゃう、うんうん、ねえ、うん、本当にどうしようもないんですよ。だからもっともっと悪いものが入ってくるんですよ、うん、だから輸入をね入れてもいいんですけど、うん、そういうのは日本国民のためにはその基準を強化して入れるのが普通ですよね、うんうんうん、私たちのことを考えたら。だってがんになる人がさどんどん増えてるのにさ、うん、ますます増える一方じゃん、ね、こんなことやってたら、うん、そうだね、もうどんどんがん患者増やして増やそうと思ってね、うん、そうなんですよ。だからですね、もうこれも、うん、もう世の中にお金が回ってないからそういうのになるんですよ、うんうん、もうそれこそもうこれもあれだよね、その前回の動画で言ったけどさ、壮大な嘘だよね。そうね、うん、教えてないんですよね、うん、皆さんに。もうこっちの基準値はどんどん厳しくしていって、だから食料自給率をどん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 上げていけば、そう、頼らなくていいじゃん、そこ。だから、だって農家をやりたいね、若い人だっていると思うの。うん、いないわけじゃないんですよ、うん。給料が安いから、一生懸命働いたってお金にならないからできないわけで、うん、やりたくない人ばっかりじゃないと思うんですよ。うん、ね、だってその遺伝子組み換えの輸入品が悪いのは分かってる人もいるわけで、そんなの嫌だと思って国産を作りたいって思ってる人は絶対いるはずで。うん、だからやっぱあの太郎さんもさ、うん、その農家全部保証するって、もう国が全部買い取る、そうそうそう、そういうこと言ってたよね、ね、うん、アメリカはそうやってやってるんだよ。そうだからそれを日本政府にもやらせるためにはもうね、うん、政治を変えていくしかないんですよ。やっぱりそこが心配じゃない、農家さんって散々ね1年間かけて、まあ、もしくは半年かけて作ったのがさ、ちょっと台風が来ただけでさダメになっちゃったみたいなさ、そういうリスクもあるので、ね、農家に入れない人もいるし、うん、ね、そうやっぱ保証も大事だし、やっぱり農家さんはやっぱりそう保証もするし、そう農家さんのもっと給料も上げてあげるべきだよね、うん、だからですね、うん、これまでも言ってきた通り、うん、本当にお金が大事なんですよ、なんだかんだ言って、うん、農家を始めるにもお金が必要だし、まああとは、うん、国民だってお金がないから
体に悪くても安いものを購入するわけですよ。やっぱり国産大豆じゃなくてな、うん、安い大、ね、納豆を購入する人もいますし、今ちょっと消費者はさ、うん、そういうなんかさ、その体にいい悪いとかじゃなくて、なんか安くて美味しいものみたいなのを、うん、そう、安い方に行くんですよね、うん、これ安いけどうまいんだよみたいなさ、うん、そういうのをなんか探してるよね。そう、だからそれを食い止めるには、うん、もう国民が今国が行ってる政策が間違ってることを理解するしかないんだよ、うん、そうですね、もう理解しちゃえば、うん、今の政府なんてもう支持できないんですよ絶対に、うん、そうですよね、うん、なので前回の動画をですね見ていただきたいんですよね、うん、そしたらわかります何が悪いのか、政府がやってることが、うん、そうですよ ね、 そうね、はい、あとはこちらの動画も見てください、うん、政府の間違いが伝えてあります、うん、私たちが令和新選組を応援する理由というのがですね、うんうん、分かりますので、うん、これを見ていただければですね令和新選組を応援する人は増えると思いますし、うん、令和新選組の議席が増えれば国会の緊張感もね、そうそうそう、上がるんですよ、うん、そうすると政治が変わざるを得なくなるんですよ、うん、逆にそう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 、もうだから太郎さんがよく言う最終的にゴールを決めるのはね、あの、うん、令和新選組じゃなくったって言って、山本太郎じゃなくたってってね、令和の議席が増えて、うん、自民党とかの議席が減ってくればあいつら焦るんだよね、うん、やばいって思い出すんだよね、うん、このままずっといくと政権変わっちゃう、うん、じゃあどうしようかってなったら、じゃあその伸びてる方の政策をちょっとでもさ、だから国民が今全然意識がないからやりたい放題できるんですよ、うん、できる、ね、選挙に行かない人たちが多いのでやりたい放題させられちゃってるんですね、うんうん、なのでその国民一人一人が意識を持ってこれ変えられるっていう、うん、そうだから 50% の人たちが今選挙に行ってないので、その方たちが選挙に行くようになれば、うん、政治は変わってるんですよ、変わるね、本当に変わるんですよ、うん、それを知っていただきたいんですね、うん、私たちにできることは選挙に行くことなんですよ、うん、行く人を広げる、そうそう、よく言われちゃうじゃん、だっていや令和って力がないから無理無理ってさ、うんうんね、いいすげえいいこと言ってるけど無理無理って言われちゃうじゃん、うん、だからそれじゃないんだよね、うん、もうねその緊張感少なくても、うん、そうちょっとずつ増えていけば、うん、そうそれが目的でもあるよね、そうなんですよ、うん、もう本当に日曜討論を見た方は分かると思うんですけども、うん、まあ見てない方もね、うん、その初めて見る方は多いと思うんですけど、うん、本当にねすごいよね、そうだね、そうなんですよ、まあ、本当それはね太郎さんにもやっぱりもちろん総理大臣とかになってほしいけどさ、うん、そしたらガラッと変わるんですよ、うん、そんなの本当ね、あと何十年、ね、かもしれない、うん、あと何十年何年、いや分からないよ、国民の意識が変わればだから、そのテレビで嘘ばっかり言ってるから、うん、そのテレビの乗れればガラッと変わると思うんですね、うん、だって維新だってそうじゃん、テレビでバン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 言えてるから あんだけの支持率があるわけで、決していいこと言う、決して悪い人たちなのに、うん、ね、うん、どん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 よく映ってるわけですよね、うん、テレビの中 で、ね、それが本当の真実を話すてる令和新選組がよ、うん、テレビに出れるようになったら、うん、あっという間に伸びるとは思うよ、うん、だからテレビの影響力なんですよね、影響力ね、あとまあ本当国民の意識ね、意識、うん、だからテレビには載せられないので、うん、まあ、NHK ぐらいなので、うん、令和新選組がちゃんと出れるのは、うん、もうねちゃんとっていうかちょっとですけど、うん、だからもう広げていくしかないんだよね、そうだね、そうなんですよ、だからもうテレビを見てる人たちのね意識が変わらないと、うんうんうん、テレビというのはね、つかもうやばい、だってこれ、うん、ちょっとでもさ目覚めた人、これに気づいた人はさもうやばいって思うはずなんだよね、小麦粉とかね、え、そんなことになってんのって、食べさせられてる、日本ってそんなことになってんのって知ってさ、これやばいじゃんって、このまま変えないとってさ、そうでも今もう日本にはどん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 お金がなくなってきちゃってるから、うん、税金ばかり吸い上げてね、日本の市場にお金がないからもう安いものしか買わざるを得なくなってる人たちもいるわけじゃん、そうだよね、うん、だからその人たちがみんながみんな、うんうんうん、そう、ただ選挙に行くだけで変わるってことがね分かれば、うんうん、やばいって思ってる人たちは、だから食に気をつける人たちも、うん、ね、今の政府がやってることはひどいと思ってるはずなわけよ、うんうん、だからその人たちこそ選挙に行って令和に入れるべきだよね、そうだね、本当は、うん、そうなんですよ、そういうことなんです、はい、はい、そういうことなんですはい、もう長くなってしまいましたが、この辺で、はい、はい、今年の夏ですね、うん、7月10日に参議院選挙があります、うん、はい、その時にはですね令和新選組を応援していただいて、令和新選組は消費税廃止、うん、インボイス制度廃止、うん、ガソリン税廃止を公約に掲げると思います、はい、あとは一律給付もあると思います、はい、あるよね、うん、もちろんもちろんある、うん、まあ、あのだから令和ニューディールという政策を見ていただければですね、うん、数々のことをやっています、そう、はい、ね、それできるんですよ、全部できるんだから、そう、
まあ、ここで ね毎回毎回同じ話になっちゃうんですけど、うん、国債発行できるんですよ、200兆円、うん、他の動画を見ていただければ分かるので、うん、200兆円発行することによって何でもできちゃうんですよ、うん、他の国は全然、他の国は みんなそうやってやってますからね。そうやってるんですよ、うん、日本だけなんですよそれをやってないのが、うん、変な政策のせいで、うん、ね、それを知っていただきたいと思います。はい、はい、このチャンネルを初めてご覧になった方、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、この動画が少しでも良かったよという方は応援の高評価もぜひよろしくお願いします。はい、はい、それでは皆様ご一緒に初詣に行く感覚で選挙に行こう。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。